いやだから本当なんすよ、龍三郎ってガキをホロから救ってですね。いやマジ信じてくださいって。じゃなかったら俺が遅刻なんてするわけねえじゃないですか。タイムを忘れてたわけじゃないんですって。心配するな、貴様がいなくなったところで何も困ることはない。それはそれで切念ですけど、とりあえず当分の間精霊邸内の清掃作業に励め。一人でな。